ラフォーおっちゃん染めの弾き語りです。今回は福山雅治さんのスコールをちょっとやってみたいと思います。聞いてみてください。失敗しちゃいましたけども、またちょっとちゃんと練習して曲できるようになったらまたアップしたいと思います。ではまた。